機械知の航空工学科ファインメカニクスコース電力エネルギー未来技術共同研究部門武田研究室です研究室では産学連携のもと電力供給の安定化につながる発電システムの高効率化と高信頼化のための研究を行っています身近にある電気は発電所で作られ皆さんの家庭や学校に送られています環境にやさしい発電にするためには高効率化による燃料使用量の削減が有効です そして、安定した電力を供給するためには故障や障害の発生の予防やそれらを事前に検知することなど発電システムの高信頼化が不可欠です火力原子力発電ではボイラーや原子力から発生させた蒸気でタービンを回し発電していますタービン周りから発生する液滴は効率低下や翼のエロージョン損傷の原因となりますそれらののの抑制方法の開発のたた、め、装置を用いた 高速度カメラによる観察と、画像解析による分離挙動を評価しています。先ほどの蒸気タービンによる発電では、例えば、火力発電では600度という高温の蒸気が使われています。そして、プラントは熱に強く、高温での特性に優れた耐熱合金で作られています。しかし、10年、20年とプラントが運転されるうちに、合金の酸化や割れといった損傷が発生します。研究室では、 高温の蒸気中で酸化や亀裂が生じた材料の損傷を高分解の電子顕微鏡や組成分析を用いて損傷過程の解明を目指していますまた次世代の発電プラントで使用される超合金の損傷挙動についても研究しています以上に加えて実際に運転されている発電所の視察を通して発電プラントの使われ方や各構成機器の動作の様子 再生可能エネルギーの出力特性なども調べていますこのようにタービン動作挙動の全容把握とプラントの耐熱合金の損傷と4寿命評価を通して発電システムの高効率化と高信頼化のための研究を行っています皆さんの生活に必要不可欠なこれからのエネルギー供給について興味を持たれた方は研究室ウェブサイトをご覧ください